相談のコーナーです。このコーナーでは漢方薬について優しく詳しく教えていただきます。あら、うん、スタジオには一心堂薬局の荻秀樹さんに来ていただいております。はい、お願いします。よろしくお願いします。さて、荻さん今日は何でしょう。はい、今日はですね、頭痛についてですねお話しさせていただきたいと思うんですね。あ、まあ、頭痛っていうとね、はい、誰しも経験があると思うんですけれども、はい、ね、まあそうだな、あのコンタクトしてる時はねよくね頭痛くなったりしました。はい、そうですね、最近あんまりないけどね。はい、うん、そうですね、私も本番中ずっと痛いってことがありますけれども、それずいぶん気持ちが暗くなるよね。いやいや、そういうわけじゃなく頭が痛いだけでなんかこう不快じゃないですか。まあ確かにそうですね、思い切り終わらなかったね。まあ、それに限らずでもやっぱり頭痛はなぜ起こるのかってところがまず気になりますが、はい、はい、まずですね、頭痛はなぜ起こるかと言いますと、うん、脳内の血流量がですね一時的に増えることで、まあ、起きると言われてるんですね。あ、なるほど、はい、まあ、血管がですね拡張して血流量が上がる、うんうんうん、これが、まあ、要はその頭痛の原因と、ね、なるほど、なるほど、まあ、ちなみにこのかき氷とか食べたりした後にキーンとくるはい、はい、あれも血流が関係したりするんですか。そうなんですね、あの俗に言うアイスクリーム頭痛ということで2つの説が言われてるんですね。アイスクリーム頭痛、はい、うんうん、でこれはあのまずあの、まあ、口からこう冷たいものがいきますよね、はい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 、そうしますと喉のあたりにこう三叉神経痛があるわけですが、うんうん、この三叉神経痛が刺激されてですね、うんうん、まあ本来でしたら、まあ冷たさを感じるわけなんですが、うんうん、痛みとですね、まあ、神経が勘違いして、はい、バカ野郎だな、そうですね、冷たく感じてる、まあ、結局その冷たさと痛みが勘違いされて、まあ、頭痛が起きるっていうのがまず一つの説なんです、うんうん、はい、でもう一つの説はですね、うんうん、冷たいものを食べますと、まあ、口の中、まあ、体が冷えると、うん、はいはいはい、でそうしますと、まあ、人間の体っていうのは、まあ、一時的に血流量、まあ、温めようというふうな形で血流量が増えるんですね、うんうん、はい、そうした時に、はい、まあ、先ほどの話にもつながってくるんですが、うん、頭につながるその血管がですね、うん、拡張するんです。で拡張すると、まあ、要は血流量が増えるんで、まあ、頭痛が起きるというのがもう一つの説なんですね。へー、はい、勉強になりました、はい、ね、でもアイスクリーム頭痛って言葉もありましたけど、はい、やっぱり頭痛にもいろいろ種類があるんですかね。あるんです、うん、ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけども、はい、まずよくあの4つに分けてですね説明されるんで1つずつお話したいと思うんですが、うん、まあ、片頭痛ですよね、うん、あのよくあの脈を打つように痛むと、まあ、これ経験された方いらっしゃると思うんですが、はい、で、あともう一つがですね、あの拡張型の頭痛ですね。緊張型、あ、ごめんなさい、あの緊張型の頭痛と、うんうん、あの筋肉のこりなどが原因で起こる。あ、なるほど、なるほど、はい、で、あと3つ目はですね、うん、群発頭痛ということで、群発、うん、はい、一定期間ですね、うん、片側のその目の奥が痛むという頭痛。あ、ある、ある、ある、わかる、ある、わかる、わかる、そうですね、つらいやつや、頭痛なんですね、はい、で、あとあのその他の頭痛ということで、うん、脳だとか体に異常がそのあって起こってくる頭痛なんですけども、うん、例えばくも膜下出血による頭痛であったり、うん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 、あとその脳腫瘍によってのその頭痛であったり、まあ、怖い病気に隠された頭痛というのもあるわけですよね。はい、脳の疾患が原因と思うとちょっと怖いですよね。ちょっとね、はい、この原因のわからない頭痛が多く起こる場合っていうのは検査を行った方がいいんですか。そうですね、やはりあの頻繁にですね、まあ、そういうような頭痛が起きたりなんかするような、うん、はい、まあ、不快な状況が あるような場合はやはりその検査をした方がいいと思いますね。なるほど、はい、ですね、心がけましょう、はい、それでは具体的な症例を挙げて今回も詳しく教えてください。はい、はいはい、了解しました。こちらの方はですね 3,4 年前からこの頭痛に、まあ、お悩みの方の症例なんですね、うんうん、で症状としましては締め付けられるような痛みがあると、うん、で特にその朝起きがけに痛むことが多くて、うん、でたまにめまいがしますと、うん、で肩こりとですね後頭部のこり、まあ、これに悩むことが多いんですと、うん、であと血圧が高いんですねこの方、うん、で薬をですね病院の方からいただいて、はいはい、服用中と、であと耳鳴りがですね常時気になると、うん、まあ、キーンという金属音が常時鳴ってるという方の症例なんですね。おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらのですね超糖酸というお薬なんです、うんうん、はい、まあ、こちらのお薬は先ほどの肩のように締め付けられるような、あるいは黄金をかぶったような頭痛の方によくお勧めされる、まあ、お薬の一つなんですね、はい、どのような改善をされたんでしょうか。はい、
まず1ヶ月経ったじゃ大きい変化はなかったんですけど、肩こりが楽になってきたかなということをおっしゃられたんですね、うん、で2ヶ月経過した時点ではですね、頭痛が軽くなってきまして、締め付け感も楽になってきたと。で4ヶ月経過した時点では血圧が下がってきまして、上が148、下が85くらいで安定してますと、うんうん、で7ヶ月経過した時点では耳鳴りも、まあ、最近しないと。で9ヶ月経った時点ではですね、体調も非常によくて、今では頭痛肩こりで悩むことはありませんという方の症例なんですね。なるほど、はい、辛いですからね、はい、でも改善されてよかったですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そして今回ご紹介した漢方薬は体質や症状に合わせたもので一例となりますのでお気をつけください。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状や体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば、県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入り口前です。立川店は立川駅北口、立川通り、高松郵便局手前、川口店は本町大通り筋向かい、マンモス交番横です。所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行の所沢店向かいとなっています。そしてこのコーナーの最後には一心堂おすすめ商品を教えていただいております。はい、今日はですねこちらのですね黒麹酢なんですね。初ですね。はい、そうなんです。まあ、よく黒酢と言いましたら、はい、酸っぱいというイメージありますけど、うん、この黒麹で作ったそのお酢なんで、ちょっとこちらの方にご用意しましたんでお飲みいただきたいんですが、はい、はい、なってますけどね。どうでしょう。あ、酸っぱくないでしょ。あ、酸っぱくないですね、はいはい、甘く、ちょっとほろ甘くて、はい、うん、あ、はい、飲みやすい、はい、ですね、飲みやすいでしょ、うん、これは面白い、はい、爽やか、はい、まあ、これからの暑い時期こう熱中症予防、あとは夏バテ予防にですね、うんうんうん、このアミノ酸がですね豊富なんですね、うん、ぜひお飲みいただければ、お試しいただければと思います。美味しかった。しっかり冷やしていただきたいですね、はい、どうもありがとうございました、はい、今日もぎさんありがとうございました。